琉球王朝時代この地を治めて阿字として全盛を施した宝の瀬を祀る美保聖神社がある。桑を植え養蚕を奨励し糸を生産して質の良いこの地の泥で染め上げ、それを琉球王に上納したと言われ、大島紬発祥の地だとも言われている。赤荻では蚕のことを味がなしと呼ぶ習わしで、決して殺生してはいけないものであった。今日では養蚕はなされていない。なお宝の瀬は当て字で、宝の瀬は船越の天音でアジの名前ではないと思われる。かつて白良集落の上の山に実在した小さな墓にまつわる実話であるという。昔白良の上五森の山裾に大和から来た夫婦が住まっていた。夫婦は農業や漁をしながら暮らしていた。その女房はそれは美しい女であったという。夫には木瀬集落に一緒に漁をする仲間がいたが、この男は一人者で、この美しい女房に横恋慕を抱いていたという。それで男はその夫がいなければこの女と暮らせるという思いを持っていたそうな。ある日男はその夫と船で漁に出たという。そして男は白良の沖で夫に、海の底の石の下の釜に風衣油が入っているから取ってくれと頼んだそうな。殺意を知らぬ夫はヤスを持って釜に潜っていったという。そこを男は船の上から竿でついて釜から出れなくし溺死させたそうな。そして死体が上がらないよう釜の入り口を石で押さえ、自分は何知らぬ顔で家に帰ったという。夫は帰らず、仲間が帰宅していることを知った女房は訳を尋ねに行った。すると男は、あなたの夫は魚を月に潜ったまま上がってこないので仕方なく戻ってきたと嘘をついたそうな。しかし入り口を石で塞いだ釜から死体は上がらず、女房はますます苦しみ嘆くばかりであったという。このあとこの美しい家父の余生については伝えられていないが、死んだあとは白良の山の九段の小さな墓に葬られたという。そして白良界隈にアモレウナグとなって出没するようになったという。赤荻ではこのアモレウナグは恐れられており、これに出会った人も存命するという。昔カサリのヤニとヨウニ、それぞれヤンフジュルメとユーフジュルメと呼ばれる巨人の力持ちの主張がいたという。両友は何かと力比べをすることが多かったという。ある時例によって力比べをすることになったそうな。それでヤンフジュルメはメヒジャに停泊していた風船のフゲタを外しておこにし、広いヤニタ袋の2位をしかためして勝負に勝ったという。この勝負でのユーフジュルメの行については不詳である。そしてこの時巨人のヤンフジュルメが担いだ稲束から滴り落ちる雫に、ヤニ集落の人々は夏ぶれ雨が降ると言って驚いたという。ヤンフジュルメはその後稲束を担いで赤荻にも雨を降らせ、菅氏海岸の大岩の陰に雨宿りした人が、雨しずくで地が緩み動いた岩で圧死したのだそうな。それからこの岩の前を通るときに小石を投げて行くようになったという。宝の瀬屋敷は里の南側越山のふもとの大地上にある。風屋敷とともに足徳の島が始まったところであるとも言われている。いつの頃かはわからないが、宝の瀬、
また法の氏や殺湯がなしと継承される豪氏が住んでいたと伝わる。この法の氏の主は沖縄から来た人とも言われ、ヤンチュを大勢抱えていたという。法のがなしは大力の人で、海の荒れ具合で赤荻の船引き道を船を一人で担いで比嘉の海へ、あるいは西の海へ往来して漁をしたそうな。また嫁には西のあたる嫁子で水汲みさせ、捨てには西のあたらない暖かい捨て子で水汲みさせるような人であったという。法のがなしはまた自らヤンチュを処刑したこともあるそうな。ある時法の氏屋敷は海賊に襲われたという。海賊は二度にわたってこの屋敷を襲撃し、全滅したものと思い引き上げたそうな。ところが船が倉崎に差し掛かった頃、この屋敷で白い鳥が歌ったという。これを聞きとどめた海賊はまだ人がいると引き返して三度襲い、隠れていた人々を徹底的に探し出して殺し、ついに全滅したという。これ以来白鶏は災いをもたらすので、法の氏屋敷で飼うことは禁忌であると言われる。なおこの時の海賊は平家の落ち武者を追う源氏の軍勢であると伝えている。また他にこの海賊は薩摩軍あるいはオランダイギリス戦であるなどと分かれ、公費は一致してはいない。昔照山は大木が生い茂り寺があったという。照山の名称は寺山の天下である。そしてこの寺は笠利の手毛部に遷移せられ、今日に至っているのだそうな。昔々手毛部の島の南辺にあった山が集落に向かって毎年毎年伸び出してきたという。手毛部の人々はあれこれと方策を取ったが、山の伸長をどうしても止めることができなかったそうな。人々は困り果てた挙句、足徳にある寺をせり出す山の前に祀ってみてはどうかということになり、足徳に寺を貸してもらえるよう相談に来たという。こうしてこの寺を移したところ、ようやく山が静まったそうな。この寺は手毛部の南側に突出した絶上丘陵の先端麓にあり、現在は厳島神社に名称が変わって祀られている。昔足徳に実在した豪傑と伝えられている。牛桑版は牛のような飯食いの胃で、宗家一杯に盛ったトンや飯を平らげるほどの大食感だったことからこう名付けられたという。彼は比嘉の海がしけると西の海へ一人で栗船を担ぎ、西の海が荒れると比嘉の海へ担いで漁をしたという。この船は三四人がかりで運ぶのがやっとであったという。また牛桑版は足徳に二艘あった八広船の船柱師で、一艘を一人で漕ぎ、もう一艘は13人が漕いで勝負ができたという。ご視聴ありがとうございました。お気に入りいただけましたなら、チャンネル登録、高評価ボタンいただければ励みになります。